聞いいてください薬局で出会ったヤバすぎる事務えこのお話はですね数年前に派遣で入った薬局のお話なんですけどもまあもちろんねどの薬局かとか誰とかそういう話は一切しないんですけどもそこでね行われたヤバすぎる実態をちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。 えー、僕はですね、まあ、今も転職期間中なので派遣薬剤師っていうのをね本当に1ヶ月だけとか、ね、短い期間やることが、まあ、たまにあるんですよスポットで入ったりとかで、まあ、これは、えー、数年前ですね、えー、スポットで単発で派遣薬剤師として入った時の話なんですけども、まあ、とあるね都内の薬局に行ったわけですよ、まあ、派遣薬剤師って まあその派遣の求人が送られてきますで時給とかね場所とか処方箋毎週診療科目とかねまあいろんなものが書かれてて自分の中であここいいなっていうところをまあ選んで応募するでそれが通ればその薬局へ派遣薬剤師として向かうわけなんですけどもまあ基本的に時給っていうのは確かに結構いいんですよまあ安くても2500円は絶対あるし高ければ5000円ぐらい出るんですよ まあ幅広いんですけど大体3000円から4000ぐらいかなのイメージなんですけどもまあその薬局にですねえ僕は応募してで初めて行く薬局やったんで前情報なんて何もなかったわけですよなのでまあ行ったわけですよねでそしたらねまあ入った瞬間ねまあ患者さんが数人ぐらいいてで薬剤師1で事務員が1か2かぐらいやったんですけどもまあ普通の感じ やなーっていう込み方というかこんでもないし23人ぐらいやったら普通だなーと思ってで、まあ、着替えて調剤師に入ったわけですよそしたらねジムのね女の人が座ってたんですよね中でで「あ派遣薬剤師来ました衣笠ですよろしくお願いします」って言ったら「何や君薬剤師か?」って言われたんですよで僕はと思って いや薬剤師ですけどって言ったら「ほんまに調剤できるん?」って言われたんですよ <laughs> いやなめすぎやろと思ってでまず僕いろんなね、まあ、派遣でね薬局行ったことあったんですけどそんなこと言われたことないしまずその調剤事務員って僕は敬ってますけどあの調剤事務員が調剤できるんかっていうのを薬剤師に聞くってめちゃめちゃ失礼な話だと思うんですよ で逆に薬剤師が調剤事務員に対して入力できるんって処方箋の入力できるのって聞くのも僕は失礼な話だと思うんですよできるから調剤事務やってるんでねだから僕も薬剤師なんで当たり前に調剤監査副学指導できるに決まってるじゃないですかやのに多分僕のその見た目とかで、まあ、年齢とか、まあ、当時数年前なんでもう,もうちょっと若かったんでねそれでちょっと勝手に決めつけられて「君調剤できるの?」みたいな言われて で僕ねちょっともうプチって来たんですよあのーまあ、プチってきたというかもうさすがにその派遣で行ってで初対面でで事務員でで第一声が「君ほんまに薬剤ですか?」みたいな言われて、まあ、僕もなんかうっと思ってたんで言っちゃったんですよ僕も。 いや、調ょできるから来てるんでしょうって <laughs>。いや、若いっすよね。いや、確かに、まあ、薬剤師、何年目かなまあ、ほんまに、まあ確かに、1年目とかではないんですけど、まあ確か若かったんで、まあ僕もね、そこはちょっと反省ではあるんですけども、でも圧倒的な舐った、ね、態度で、ね、来たんで、まあそういうふうに答えたんですよ。うん、うーん、みたいな感じで言われて。で、僕自身、 その時は普段ねあのー、別のねあのー、大手のドラッグストアであ1日にね200枚ぐらいね来るようなところで全診療科目からねいろんな処方箋が来るようなところでバリバリ働いてた中での派遣やったんでまあ、正直あの別にそんな即戦力にならないわけじゃないと思ってたし、まあ、実際そういう風な評価を得てたんですよ派遣の中でも。で まあ実際にそれ調剤始まってね仕事始まるじゃないですかでやっていくうちにまあ言わずもがなまあ当たり前に普通のねできてるからまあ何も文句も言われることもないしやったんですけどまあ僕がねあのじゃあこのカゴとかその処方箋のコピーとかシュレッダーとかねまあったどそういうのどこに置いたらいいですかって言ったらそんな見たらわかるやろみたいな言われてだからそれもねもうはあって思うじゃないですかいやどんなやつやねんと思って。 見たらかるやろっていや今日入ったばっかでわからないんで時間ももったいないんでちゃんと教えてもらっていいですかって言ったんですよ <laughs> ほんならまあ,あじゃあこうこうこうってって教えてくれたんですけど、まあ、割とねあの思ったのはそうやってなんか上から急に噛みついてくる系の人って自分がガンって言われることないから、まあ、言われるとなんかびっくりしちゃって多分、ね、その小さくなっちゃうんですよね だからそういういうに僕もねあのはっきり言ってだから結構ねこれ、まあ、薬局だけじゃないんですけど別にその調剤事務だけの話じゃないんですけど、まあ、例えば、まあ、めちゃめちゃわかりやすく言うとそのめちゃめちゃ強気で意地悪の女の人とかあとまあヤンキーとかねああいうのって自分ががんって言うけど自分が弱いから強く言って自分のメンタルというかを、まあ、そういうものを保ってるんですよ。 これは僕の人生の経験でも絶対そう言えるんですけどだからそういう人たちは強く言うから逆に自分が言われた時ってびっくりしてビビっちゃうんですよねヤンキーが「おお前調子乗んなよ」みたいな感じで「お前の方で調子乗っとやろ」みたいなやるんかみたいな言うたら「おおなお前やるお前気合入ってんな」みたいな感じにな誰のと一緒でなんかそういうようなところがあるんですよねでまあ僕はまあちょっと強めに言ってでそこからまあ別にそんな意地悪な対応されなくなってで、まあ、むしろね あの、その日の終わり、僕が薬歴書いてたら、薬歴って言って、なんかその患者さんに何言われたとか、あの、どういうふうな、えー、様子だったかとかね、あの、こういう指導をしたっていうのをね、残すものがあるんですけど、それ書いてる時に横に来て、なんか、あ、君、やるな、みたいな。なんか、結構バリバリやってるのほかで、みたいな。<laughs> 手のひら返されて、っていうようなね、お話があったんですけども、まあ、 今回ねあのこういった話しましたけども、まあ、ちょっとねここから補足で一応派遣薬剤師ってどういうのになろうかっていうのをね話そうかなと思うんですけども、まあ割といい時給でねそのいきなりね初めて行くような薬局に行ってで基本的にはねあの感謝とか服薬指導だけで調剤するとねそ,のそこのね薬局の機械のこととかわからなかったりピッキングもねあの時間がかかっちゃうじゃないですか。 ただまあ何回も入ってたらね別にそんなそういうこともやらされたりとかするんですけども割と副役指導メインになってくるんですよだからねもしねあの薬剤師さんとかで派遣考えてる人とかいたら基本的に、えー、と全部副薬指導なんで自分が知らないねもし知らない診療科目とかねなんか整形とか婦人科とか苦手やわっていうのがあったとしたら。 そういういのは、ね、もう事前に避けた方がいいと思うしで、まあ、こういうや、ね、ばい人がいる可能性もあるからいきなり、ね、1か月2か月ガツンってそこに入れちゃうんじゃなくてとりあえず単発で、ね、行ってみて様子見て、えー、考えるっていうのも、まあ、一つのなななんじゃいいいかとううふうに思います、まあ、僕は、ね、今の薬局、ね、もう派遣で行かせてもらっているところあもうもうめちゃめちゃ忙しくてあの服薬指導しすぎて。 喉が痛くて、ね、毎日6層に飲んでそしたら胃が痛くなってきてね <laughs> っていうような、ね、あのところで働いてるんですけどまあ人はねすごいいいなと思いますのであの、まあ、足腰と喉がねちょっと痛いですけど、まあ、なんとかね頑張ってるっていう状況で、えー、並行してね転職活動も頑張っているという状況でございます。 はいまあね、最近ょっと一人語りがね多いので、えー、今回もまあこういうことがあったよということで派遣薬剤師のリアルをお届けしました、はい、ではですね今後も薬剤師関係転職関係の、ね、いろいろ動画出していきますのでまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ